ップルさんは大凶です。そんな、今日はトラブルに巻き込まれる最悪な一日になることでしょう。彼女はもう戻ってこないよ、諦めなさい。え、僕初めてこんな気持ちになったんだ。白黒だった景色が鮮やかに色づいたような。いいで、おい乱暴に扱うなよ、いい油が乗ってんのに。あんたたちもここで死ぬんだ。耳の穴からコンソメスープ。なんだい、誰だお前、どっから入ってきやがった。ジャス、いつの間に耳の穴からコンソメスープ。あなたが悪霊だとかそういうのは関係ない。僕はあなたのことが大好きです。善良が、でもこれは浮気とかじゃなくて、もうあなたと同じ空気を吸いたくもないわ。え、嘘、なんだ、どっかの部屋というか教室。学生油心部長ってあるでしょ、そこにある廃校はたびたび心霊現象が起こるって垂れ込みがあって、いわば鏡はあの世とこの世をつなぐ人力されていて、全ての真実を映し出すものが。ここがチャスグラの言ってた廃校か。雰囲気あるなぁ。うわっ、なんだこれ、何言ってんだお前。一体しかないじゃねえか。え、これは一体、私あなたたちのこと許せないの。こんなところにいたんだね、ミラちゃん。え、こっちへおいで。こっちへ。私みたいな、お兄ちゃんが殺されるところ。それは、あれ前も言いませんでしたっけ、昔大切な人にもらったんです。まあ君のそんな繊細なところも好きだったりするんだけど。え、あ、近いうちに悪霊に襲われますに。君様、お君様、お君様、よすまてるけなはりだな、よすまてるけなはりだな。僕ね、ピカちゃんのこと本気で殺したいのだったのだ。え、やっと全部思い出したよラムネ。君は僕を殺した偽物の彼女。え、さん、どうやって、うわそれは僕の一部でしかない。いつの間に、誰だ、みんなどうしちゃったの、アップルちゃん、ビアンカさん、これを望んでいたの、あなたが私を殺して、私のお金を見られば本当に永遠に一緒にいれる。
やあ、僕は、タモツって言うんだ。チョコレート食べますか？ある大切な人が言ってました。人生ってチョコレートの箱みたいなものだって。蓋を開けてみないとわからないってこと。